辛坊治郎サンデーキッス、今年も神戸から私たち3人がワイワイガヤガヤ時に鋭くお届けしてまいります。7時台はゲストの方をお招きしています。今年は東京オリンピックパラリンピックイヤーということで、そんな年の始まりにふさわしい方にお越しいただきました。今年のパラリンピックでメダル獲得を目指していますアーチェリーの選手上山智弘さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あらまた爽やか高青年あれすいませんあれ何者僕は、パラリンピックのアーチェリー今年の東京の大会に内定している上山という選手になります。今年のパラリンピック出るんだ。はい、出ます。いいな。結構決まったの早かったですよね。結構去年の6月の世界選手権で、ベスト16以上、世界でベスト16以上がもう東京確定っていう大会だったんですけど、そこで僕6位に入ったので。すげえ。はい、なんとか世界で6位。はい、世界6位に入りました。すごいすごい。自己最高やったんで、まあ、よくできたなと。でもそれ以上のね、も求められてるのが今年なんで、はい、頑張っていこうと思うんですけど、うん、アーチェリーってアーチェリーだよな。そうですね、あの弓矢を 70m 飛ばして矢の刺さったところが得点になるやつです。 70m か。はい、アーチェリーじゃないアーチェリーって何よくね、間違えられるんですね気にしないよ、気にしないよ。余計なこと言いました余計なこと言いました。何ですかね、人の名前です、はい、気にしないでください。はい、はい、気にしないでください。お二人だけが笑っている。僕のことはほっておいてやっぱりアーチェリーですかって言われる、あの間違えられて書かれてる時とかあります、台本とかに。アーチェリーじゃねえよ、アーチェリーだよって、はい、すぐ使います。そうですか。これ、ね、あのジュネちゃんの知り合いらしい。そうなんですよ、今回、はい、あの上山さんの仲良くしてた後輩がいるんですけど、に可愛がってもらってて、私は高校大学の先輩なんですけど、直接かぶってはなくて、ただ共通の知人がいて何度か食事に行ったことがあるっていう。そうですね。え、どっちが上？僕が4つ。3つです。3つ上。3つ上か。はい、そうなの。若く見えるよね。はい、あ、そう、結構。え、30今32歳です。32、はい、いつからやってるんですかアーチェリー。アーチェリー大学に入ってからなんで2006年からですね。今年13年目か14年目か。はい、あ、いや、実はね、うちの娘もアーチェリーやってたんですよ。あ、そうなんですか。はい、うちの娘だから、京都の大学だよね、はい、京都の大学、隣の大学、隣の大学っていうか、京都の隣の大学、同立の方です。あ、そうです、うん、アーチェリーやってるんですね。女子は 50m じゃないの？大学生のリーグ戦は 50m と 30m ってやるんですよ、はいはいはい、実際オリンピックとかもパラリンピックになると 70m が固定になって。固定なんです、はい、男女ともに。男女ともに 70m 遠いよ。確かに見えない。 50m 走先の的なんて見えないですもんね、うん、でそこの直径どのぐらいあるんですか、あれ的って、的自体は122センチあるんですけれど、僕らあの一番真ん中の10点っていう満点を目指してやってる。その10点の大きさが、12.2 センチなので、だいたい DVD とかあれぐらい。70メートル先の12センチの的に当てなきゃいけないんだよね。そうですね、はい、それってさ、神業だよね、うん、だって当然風も左右されるよね。もちろん、すごいだから、はい、風も左右されるし、70メートルも飛んでる間には当然落ちるわね、はい、引力で落ちるのも計算しながら、うん、その的に当てるって神業ですよ、うん、だピストルだってね、70メートルピストルだったら70メートルで10センチの的は絶対当たんないからね、うん、ライフルとかで真剣に狙うと当たるかなっていうぐらいな、はい、へえ、そう聞きましたね。めちゃくちゃ難しいっていうの。武器としてはだからね、実は弓矢って大変なもんなんですよ。あ、ね、はい、まあ、その俺も娘がさ、アーチェリーの道具持って帰ってって見てるとさ、ドキドキする、うん、もうこれ娘にやられるかもって。いや、やられないよ。なんで俺が娘に、遠くから70メートル先から、なんで俺が娘にアーチェリーを狙われなきゃいけないんだよ。だけどね、ちょっと考えたらね、うんうん、これ確かに泥棒よけにはいいかもしれないな。もうね、寝るとこ置いといてね。あ、はい、そっか。先端は本当にもう刺さる。あ、もちろん。いや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 、刺さるよそれは。包丁みたいな感じ。ね、あの先っぽ尖ってて、はい、アルミンでできてるやつと、まあ、僕が使ってるやつは、タングステンっていう金属で作られてるんですけど、めちゃくちゃね、あの先尖ってて、あの頭蓋骨は貫通するとか。貫通するよね。はい、貫通するでしょ。非常に危ないんで。危ない。めちゃくちゃ僕、あの指導はされますね、安全講習っていう。そうですね。もともとパラリンピアン
なんですか。いや、ね、もともと大学で始めた時は僕の両足まだ麻痺なんですけどね、麻痺が出てなかったので、それに友達に誘われてアーチェリーを始めてみた。今車椅子乗ってらっしゃいますけど、はい、要するに両足が麻痺。そうです、自分のなんかこう調べても原因が分かんないので、何か生まれ持ったものがその、2010年ぐらいかな、発症しだして私生活に影響が出だしたんですよ、ちょっと走られへんとかそれぐらいになってきたんで。何歳ぐらいで、22歳です、今から10年ぐらい前。だから高校生の時はラグビー部だったんですよね。ね、中学までラグビー部で、はい、小学校からずっとラグビーやってて、その時は別にどこもなんともない、はい、なんともなかったです、はい、ちょっとずつって感じなんですか、どんな感じですか。そうです、本当に徐々になっていったんですよね。で、22歳ぐらいの時に初めてこう、あれ走りにくいなっていう状況になって、でこれは初めは運動不足なんかなって思ってたところが、どん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 こう走れなくなってくるから、いやこれはちょっとまずいぞ。どんどんってどのくらいの期間でですか。大体そっか1年ぐらいかけて、走りづらいから走れないになってきたので、これはまずいなと思って病院に行ったら、両足が麻痺してると、はい、で障害者手帳を取れるので取りましょうっていう話になって、でそこからですね、パラリンピックの世界にアーチリーってパラと健常者全然一緒なんですよ。ハンデないってことですか。全く同じフィールドでやるので、実際にイランのザーラ・ネマティっていう女性の選手は、はいはい、リオデジャネイロオリンピックパラリンピック両方出てるような、はい、選手もいるぐらいの、本当にもう健常者とパラだからといって健常者に負けるっていうのはイコールじゃない、はい、全然ハンデはもう競技の中では感じないようなスポーツなので、もうそのまま上山入ってくれよってパラの方に言われて、あ、じゃあ分かりました、そっちの試合も行きますねっていう感じ でそれで始まりました。はい、それが大体2012年ぐらい。今その足の状況はどうなんですか。あ、今ですか。今もうだんだんもう歩けないになったので、はい、もう基本的には車椅子で行動してるんですけど。それも原因分からず、あ、もう元々持っていた何かが。そんなことあるんだ。あるみたいです。結構あるみたいですね、はい、結構あるんだ。はい、へー、あ、そうですか、はい、でもそこでアーチェリーに出会ってよかったですよね。本当にこれもたまたま高校付属なので、同志社大学の付属だったので、でそこでたまたま高校3年生の3学期ぐらいの時に、友達の黒田くんっていうやつが、上山ちょっとアーチェリーさ俺行きたいんやけどついてきてくれへんかって言われたんですよね、もういいよって言って、そのほんまに1分経たない会話が僕の人生変えてくれたんですね。そうだよね、だってアーチェリーじゃなかったら、それは下半身使うスポーツだったら全然状況違うもんね。はい、絶対にその競技ではパラリンピックには出てないので。でもアーチェリーでも多分こう弓を射るために、当然左手で弓支えて右手で引きますか。はい、そうです。左手で弓支えて左手で引きますよね、はい、やっぱ足で踏ん張るっしょ。あ、そうです。もともと僕立って打った時はもうしっかり足で踏ん張って、体全体で引いてるんですよね、腕だけで引いてるように見えて、ただ僕らみたいに車椅子になっちゃうと足の筋肉が使えないので、はい、初めて座った時に気づいたのが、今まで引いてた弓が重く感じたんですよ。今まで普通に引けてた弓が、足の力も必要だったのかも。そう、あ、全身、あ、やっぱり全身に引いてるんだよなっていうのはそこで気づいたんですけど、もう、その理由にならないので、そこからトレーニングをして、今まで引けてた弓をしっかり引きこなせるようにして、せっかくトレーニングしてるのか、もうちょっと高くしようと思って、今まで引いてた立ってた時よりももっと重い弓を今は引いてます。あらま、はい、でもそんなになんかこう今セーター着てる T シャツのセーターだから筋肉もわかんないんだけど、よく言われる、ごついって感じでもないよね。ただね、後ろ肩甲骨の周りがだけがすごいでかくて、肩幅が普通の服じゃ合わないんですよね。あ、使う筋肉がやっぱ違うんだ。そうですね、体に対して肩だけがでかすぎると。へー、はい、そう、じゃあその健常者としてやってた時よりも重い弓っていう。はい、今はそう使ってますね。だって70メートル矢飛ばそうと思うと相当要するに硬いっていうか、はい、ね、引く力が強い方が、風とか雨の影響を受けにくい。あ、スピードがある方がね。スピードがある方が。うちの娘大学でアーチリブだけど、うちの娘が使ってた弓なんかはもうかなり柔らかいっていうか、まあ、30メートル飛ばしゃいいっていう弓と、はい、70メートル飛ばす弓とは全然違う。はい、アーチェリーに必要な素質とかって何なんですか。センス、どういう部分が、まあ、センスももちろん大切なんですけども、やっぱり練習をしっかりすることと、あとは集中力、
その一瞬、集中力、一瞬の集中力がどんだけ大切かっていうのがあるんですけどね。うん、予選ラウンドっていう、まあ、ランキングラウンドっていうのがあって、うんうん、まあ、アーチェリー基本的にランキングラウンド終わった後にトーナメントが組まれて、そこのトーナメントで勝ち抜いた勝者が優勝、うんうん、金メダルってなるんですけど、うんうん、そのランキングラウンドは72本打つんですよ。うん、そんだけ集中力続かないですよね。3時間ぐらい多分かかるんで、へー、もう集中力続かないんで、僕はもう本当に1本打つ瞬間だけ集中して、打ち終わったらすぐ切り替えるっていう、1回抜くんですよ。でそれのずっと繰り返しをやってることで、本当に短期間の集中力、僕めちゃくちゃ人よりも勝ってると思うんですけど、うんうん、もうちょっとでも長くなるとすぐ集中力切れちゃいます。へー、何分間ガッと集中するんですか？6本4分で打つんですよ。でも僕4分続かないんで2分で打ち切るんですね、6本。2分間のうちに6本打つ。その6本はしっかりもう集中して、で今度は決勝トーナメントになると72本打った後、今度は3本勝負なんですよ。3本3本で戦う、その3本も集中するんですけど、パラリンピックになると1本ずつの交互打ちなんです。うん、1本打って、相手が1本打って、点数を読み上げて、今何対何、でまた今度僕が打って、また相手が打って、点数読み上げて。でもね、そのぐらいの上級者になると、みんな真ん中のその12センチのところにボンボン当たったら10点10点で区別つかないじゃないですか。10点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 ってそうじゃないの？はい、別の的、2つ、1人に1つの的が用意されているので、はい、それでこう読み上げて。いやだけど両方とも黒い丸に当たったら、こっちも10点こっちも10点でしょ、はい、でこっちも10点こっちも10点、はい、こっちも10点こっちも10点だったら30点対30点で勝負つかないじゃん。1ポイント対1ポイントって分けるんですよ。はで、はあ、29対30であれば、30打った方が2ポイント入るんですよ。で負けた方が0ポイント、3本勝負で勝った方が2ポイント入るんですよ。でそのポイントが先に6ポイントに達したら勝ち。ん、ごめんなさい。どう、はい、同じ場所に2人とも打ちました、はい、それがずっと続けばどっちが勝ちになるんですか？あ、最終的に、5対5まで進むと、はい、5対5まで進むと最後1本勝負になるんですよ、はあはあ、だから1本でも外した方が負けってことだね、はい、黒丸から、はい、もう最後の1本勝負は打ちました、例えば9対9、うん、同点だったとしても、はい、真ん中から定規で測るんですよ。あ、そういうことなんだ。1ミリでも近い方が勝ちになる。1ミリでも、黒丸の真ん中に手を打ったの？黒丸、はい、点というか中 心、 中心に真ん中の、まあ、十字が書いてある。十字が書いてあるんだ。そこから定規で測って定規で測るんだ。結構今までやりましたけど、今のところね、負けの方が多いですよね、僕。そのめちゃくちゃ緊張します。いや、しかし神業だよね。だって70数メートル先の、要するに点に当てなきゃいけないってことでしょ。そうです、そうです。すげえな。だいたい今、まあ、例えば3本打ったとして、はい、その12センチの的にどのくらいの確率で当たるもん？はい、3本というか、一気に練習で打った本数でいうと3分の1ぐらいは当たってくれるんで、はい、あと残り外すやつをどれだけ9点ぐらいに収めれるか。なるほど、はい、9点以内であればもう半分ぐらいは収まるので、はい、それをどんどん増やしていけばトーナメントで勝てる。はい、だけどね、トーナメントでやるってことは、はい、トーナメントでやるか、トーナメント同時に打ってもいいってこと？いや、パラリンピックは交互にちゃんとレフリーがついてる。そうするとね、例えば自分、相手が打った時にそんなに風強くなかったのに、自分が打とうと思った瞬間に風が吹くってこともあり得るわけでしょ？めちゃくちゃあります、うん、あ、もうほんまにその時は、うわ、最近悪いことしたかなと思いながら、もうあれは本当に運なんで。ですよね。もう神様のいたずらやな。風ってどのくらい影響するもんですか？あ、もう結構影響しますね。吹いてる速度によるんですけど、僕が打ってるところは何も吹いてなくても、70メートル先の的のところ吹いてるだけで。あー、そっか。70メートルの先にどんな風吹いてるか分かんないじゃん。分かんないです。でも普通の大会とかでは、森林が周りにあるような会場とかであるんで、その上空の風の、木の、あ、見るんだ。流れ方とかを見て、今こう吹いてるから。すげえな。ほとんどゴルゴ13だな、それで。前の風の数字を見ながら。はい。で、まあその試合の形式にはよるんですけど、ちょっと上手いやつのこうやつを見て、あ、今右に外したか、これさすがにこいつが右に外すってことは風に流れてんやろうなとか予想して自分を。あ、じゃあ後手の方がいいんですね。そうです、そうです。あー。はい。今それ。
まあ、今年のパラリンピックに出ることが決まってるじゃないですか、はい、そうするとどのぐらい練習するの？もう今はまだちょっと冬なんであまり外ではやってないです。今基本的にトレーニング中心なんですけれども、それでもまあ1日200本ぐらいは打ち続けて、でこっからどん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 上げていって、パラリンピック前には500本打てるような。ちょっと1日200本打つのにどのくらい時間かかるんですか？あ、そう、200本やったらそんなにかからないですね。3時間4時間ぐらいある。3時間4時間ぐらい500本打とうと思うと8時間とかですね。そういうことは今も選手としてずっと選手なの？そうするとなんか他に仕事してるとかなんかそういうのないんですか？一応会社に所属してるんですけど、今とりあえずパラリンピックまではその競技に集中してくださいっていうことで言っていただいてるんで。そういうことなんだ、はい、そういうことなんだ、はい、まあ、まあ大体そうだろうね。あのオリンピックでもそうですね。やっぱりもう世界で戦うってなると、まあ、練習量が、そりゃそうだよね、ベースとしてあるんで。普通に1日8時間他で働いてて、じゃあ夜のちょっと時間だけで練習で、はい、オリンピックパラリンピックは目指せないわな。難しいです。実際やってる人もいますけど、はい、それでは一旦ここで曲をお聴きください、はい、キスネーム森森さんからのリクエストで、ババトシヒで旅鉛筆。今日のゲストはパラリンピックアーチェリー選手の上山智弘さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。なんか今日すごく真面目ですね。猫かぶってんのがそろそろバレてきた。もうちょっとね、ね、この年の男性っていう感じ。この年の男性ってどんな愉快な方ですよ。ちなみに独身？結婚します。あ、そうなんだ、はい、うん、どのくらいになるんですか？もう5年ぐらい経って、はい、今子供も2人いるんですけど。あ、ですか、奥さんも支えてくれたりするんですか？あ、そうですね、ご飯とかは全部支えてもらってますし、はい、でも子供がいるんでやっぱり奥さんも忙しいんで。あ、はい、まあそうだね。昨日僕がちょっと前に買った20万円ぐらいのテレビを子供がけん玉ぶつけてぶつぶして、今日朝からそれの電話、物損保証のやつ入っててよかったと思いながらやってましたけど。正月ならでは。そんなことあるんだ。午前中ちょっと練習しようかな思ってたのに、もうそれほど、それどころじゃない。すごい勢いよく遊んでたんですね。何が起きたんだろうと思って。パパもしてるんですね、しっかりね。こんなもんぶつけると壊れるんだ。そりゃそうだもんな。そりゃそうだ。えりこちゃん、なんか聞きたいこと。そのお食事を奥さんが作ってらっしゃるってことなんですけど、なんか気をつけてることとかってありますか？食べてるものとか。もともとね、僕めちゃくちゃ野菜嫌いだったんですよね、うん、焼肉行ったら絶対野菜は食べないしとか、まあ、そんな感じで普段も全然野菜を食べない人やったんですよ、うん、でそれを、まあ、合宿とかにも管理栄養士の人とかにも注意されたりして、うん、でなるべく食べるようにはしてたんですけども、自分で選んだら絶対食べない、うんうん、それをまあうちの奥さんは分かってるんで、なるべく自分が作るご飯には全部野菜を混ぜる、はい、僕が嫌いな野菜とかもさりげなく混ぜてるとか、はい、その子供みたいな5歳児ですよ。本当ですね、はい、だけど今ほらドーピングものすごく厳しくなってるから、はい、自分がこう口にしたもので、はい、無意識で食べたもので、はい、ドーピング引っかかるってことがあるんですか？いや、もうそれがあるので、もうなるべく不思議なものは食べないように。不思議なものどういった、例えば。いや、なんかね、こないだもこないだ大丈夫って分かったものなんですけど、うん、リポビタンデーとか、はいはい、リポビタンデーはもともと大丈夫か、ええ、レッドブルとか、はいはい、エナジードリンクって呼ばれてるんですけど、あれもダメっていう噂がすごいあったので、ええ、なるべく飲まないようにしてたんですけど、ええ、去年6月のそのパラリンピック決めた世界大会のスポンサーがレッドブルで、はい、もうちょっと待ってよと、ええ、大丈夫なんかって聞いたら、世界の人たちが、あ、大丈夫だよレッドブルは。あ、カフェインだね、はい、カフェインは大丈夫なんだ。飲みすぎがダメっていう話だったので、飲まないようにしてたんですけど、はい、だからもう全然、あ、いけんにゃと思って。いや、例えばね、例えばお肉でも、お肉育てる時に、なんかのホルモン注射してたりとか、そういうことないのかな。いや、ちょっとそこまでは、さすがにそこまでは、ね、はい、でもそうですよね。今日も帰り焼肉かなんか食べに行こうかな思ってるんですけど、まあまあ、はい、一般的に食べてるたら大丈夫ってことですか？そうですよね、はい、おそらく大丈夫だと思います。はい、そうなんだ。え、カフェインダメ？飲みすぎ、じゃあ1日1杯のコーヒーとか。あ、まあ全然大丈夫です。あ、大丈夫けど、なんかそのもうちょっと飲みすぎるとなんかに引っかかるっていう噂があったので、まあそんな噂があるものをね、口にわざわざするわけにはいかない。噂かどうかなんかはっきりしたいですよね。そうです、そうです。でもね、やっぱりあんまり関心
無関心だった時に飲んだものが何かのエキスが入っててダメだったとか、そういうのでもうね出場禁止になる可能性が高いんで、もうそれはめちゃくちゃ、この間あの引退したあの別の競技の選手が、うんうん、ようやく薬で風邪が治せるって言ってました。あ、市販薬にいろんなものが入ってるんで、はい、市販薬でもいけるやつといけないやつっていうリストがあって、そのリストの中から買う。じゃあ風邪の時もなるべくもう、そうなるべく自力で治すか、もうさしんどい時は、そこにリストに載ってる薬を、なるほど、ね、はい、選んで。あの日本代表のパラリンピックのアーチェリーの選手って何いるんですか？今決まってるのは4人です。4人で今後、そこからプラスで3、4人ぐらい決まるんですかね、まあ、じゃあ7人か8人か出るぐらいになると思います。はい、オリンピックって何人なんですか？オリンピックは男女で3人ずつなので合計6人です。何年か前にほらメダル取った人いましたよね、有名な人、山本先生。あ、そう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 、はい、学校の先生。はい、あの方はなんかもう引退されてるのかしら？いや、まだされてて、今年今回もね一次選考までは残られてました。結構な年だからニュースになったんだっけ、あの人は。そう、そうですね、あの中年の星っていう形で出されてたので、すごいあの一番やっぱり有名、アーチェリー界では有名。そうですよね、あの方が出てきたアーチェリーすごい注目されますよね。そうです、本当にすごかったですね、はい、僕その時まだやってなかったんですよ、アーチェリー。あ、そうなんだ、はい、だから僕が入った時に先輩に連れられながら、あの山本先生っていう人すごいですよねっていう話をしたのを覚えてます。はい、年齢関係なかったらずっとできますね。まあそうですね、多分本気を出せば、今でも60超えた人がパラの世界ではあのアーチェリー代表でやられてますんで。おお、辛坊さんまだまだいけますよ。今からできるかな。いや集中力、やっぱり、いや集中力じゃなくてやっぱ才能だよね。俺もね、なんとかオリンピック目指した時期があったんだよ。そうなんですか、アーチェリー。何で、前にね、だから何でもいいから潜り込もうっていうんで、オリンピックで今からできそうなことっていうね、ほら近代五種とかですね、はい、馬術とかなんかできそうな、はい、もしかしたら今から頑張ったらできるんじゃないかとか、射撃とか、で一番典型は射撃だったんですよ、はい、で馬術っていうのもできるかなと思って行ってみたらですね、あの高さ1センチ2センチのギャップ超えるだけでも大変、馬を操って、もうそこで馬がね、下手が乗ると、私みたいな素人が下手が乗ると馬がね、そのギャップの手前で立ち止まりやがる。調子よく調子よく走ってて、さあ超えるぞと思った瞬間に馬が急ブレーキでキッと止まるから、俺は前に勤めて馬から落ちてる。お前さ勝手に飛びゃいいじゃんと、ね、飛ぶのは馬だから俺じゃないんだから。あ、とんでもない。じゃ分かるんですね、馬もね。そう、背中の伝わってくる、ね、使うって、こんなやつ乗っけて飛べるかとか思うから。射撃っていうのもね、射撃とアーチェリーと似てるじゃないですか、はい、で俺子供の時から射撃むっちゃ得意で、遊園地の射的なんかでも外したことがなくて、たまになんか景品取って帰るっていう、で射撃は結構自信があってですね、家にあのエアガンの BB 弾のエアガンがあって、これをこう机の上でパソコンを持って退屈すると、5メーターぐらい離れたところに段ボールの10センチ10センチぐらいの箱置いてあるんですよ、これをね、あの BB 弾でパクチンって打つと、あの BB 弾って段ボールぐらい打ち抜くんだよね、さーって打ち抜いて、ちょうど箱の中入るん で、ね、息抜きで時々パソコンで原稿を打ちながら、時々 BB 弾のピストル出してきて、5メートルぐらい離れたところの的をパーンって打って、で気分転換してやるっていう、結構俺向いてんだよ、はい、だから俺射撃だったらできるかもしれないって言って、オリンピックの射撃の入門に行ったんだけど、あの一番最後の詰めっていうか、そのあのもうオリンピックっていうと、もうまさにさっきの話だけど、なんか10メーターぐらい、今なんか忘れたけど10メーターぐらいのやつはもう直径5ミリぐらいのやつに当てなきゃいけないの、でそこに当たるか当たらないかっていうのはこう狙うよね、狙ってこう狙うと当然のことながらブレる照準っていうか、この銃口がブレるんだけど、オリンピックでメダル取るような人たちっていうのは当然ブレるんだけども、その的のところにその銃口がかすった瞬間に引き金が引けるのよ、うん、あ、ブレてもタイミングが、ね、レーザー光線で後からその銃口が向いてる先がずっとこう光石で出てくるような装置だったんだけど、その俺らが違うのはやっぱりブレはブレるんだ、誰が当たってブレるんだけど、この選手はその的の上にそのラインが来た瞬間に引き金が引けるのね。へー、タイミングがすごいあるし、これはあの才能だわと思った。あ、これ当たるかどうか、だから直径5センチの的に当てることはできても、その5ミリの的に当てられるのは才能だから、さっきの話だけどね、それ1メートルの的に当てるんだったら
70メートル先でも俺筋力あるから、ね、死ぬ気で10年ぐらい練習したら1メートルの的には当てられるようになるかもしれないけど、そこから先10センチの的に当てられるようになるかどうかは俺絶対才能だと思う。どうにもなんないって練習では。そういうとこあるよね。あ、もう本当にあのさっき言われたようにブレるんですよね、あの打つ瞬間に。でブレるんですけれども、そのまましっかりと押し切っていればそのまますぐ飛んでいくんですよ。いや、あのちょっとブレても大丈夫なんですよ、うん、でも僕はすごい講師に怒られるんですけど、うん、ブレた瞬間に逆方向に振るんですよ。ブレた方向と逆方向に手を振るんですよ。でこれやっちゃうとブレを修正しようとする、ね、そうです、そうです、で絶対ダメなんですけど、なぜかあのもうコーチも認めてくれてるんですけど、なぜか僕は当たるんですよ、それで。ははだからもうそこはもう本当にもうなんか調子乗ってるみたいですけど、もう才能かなって自分の中で、あの、いや才能だと思うよそれ。強い、あのそこから先やっぱり、ね、10センチの的に当てるか当てないかはね、もう才能以外の何者でもない。俺どんだけ練習しても申し訳ないけれども、俺は自分でね、あ無理と思って。努力だけではどうにもならないことが世の中にはある。やってみたくなりました、今の話聞いて。あ、じゃあぜひ今度またね、うんうん、私ねブレないんですよ、手ぶれないんですか。あの箸上げってあるじゃないですか、こうあのロケ行きました、はい、その例えばあのラーメン紹介しますとかで、うん、こう持ち上げてこう止まるみたいな。おお、すごい。あれ私ピタって止まるんですよ、どこにひあの支えなくても。だから前の職場でも、お前の特技は箸上げやって言われて、うん、アナウンサーなのにそれかけって言われて、やったことがあって、ぶれないんですよ私全く。それじゃあちょっと一回アーチェルやらせてみます。あ、ぜひ やってもらいたいです、ね、じゃあちょっとあの知り合いついんでちょっと一回してみます。ブレないのか。いやでも力がないからな、力が必要ですね。あ、そうです。あ、でもその代わりにあの柔らかい弓用意するんでぜひ。調子に乗っちゃうんです。柔らかい弓だったらとにかく引くだけは引けるもんね。そうですね。で、まあ、5メートルとか10メートルぐらいで、あのでき距離を短くすれば大丈夫だって。あのそれで言うとね、昔からあの座敷芸でね、正月だからあれだけど、うん、座敷芸でね、座って引く和球みたいなやつで、なんかそれこそ5センチぐらい、じゃあ5ミリぐらいの的に当てる園芸あるよ、これね、知らない。和球で、和球で座ってやる園芸、座ったまま弓いるんですけど、うん、もう5メートルぐらい離れたところの点みたいな的にね、うん、スパーンって当てるんですよ。お座敷でやるんですか。お座敷みたいなやつあるんですよ。なんか知りませんか。え、芸妓さんとかがやってるような、うん、だからまあそれなんかで見たことがあるだけの話ですけど、芸妓さんがそこまで正確に当てられるかどうか知りませんけど、芸妓さんかっこいいですよね、着物着てシュッて出して扇子飛ばして扇子落とすやつあるんで、あれ関係ないよね。あんな感じであるってことですか。矢を打つやつか。いや、だから和球じゃないんだよね。和球と全然違うの、やっぱりアーチェリーは。あ、もう全然違いますね。あのおそらく、僕和球やったことがないのにちょっと何でも言えないですけど、アーチェリーって的の真ん中にどんだけ当てるかっていうスポーツなんですね。的に当たって当たり前、で和球の縁的っていうのは、僕らアーチェリー場によくされに来てたんですけど、要求部の、あ、和球部の方が。でその時はもう当たったら丸、外れたら×っていうような、的にどんだけ当てれるかなんですけど、僕ら的の真ん中にどんだけ当てれるか。だって照準器ついてるもんね、アーチェリーは。はい、照準器ってどういう仕組みなの、あれ。もう本当に丸の中に赤い点があるだけで、それを的の真ん中に合わせる、それだけですね。でちょっと例えば右に、あの右に刺さってると照準器を右にずらす、そしたらあの弓が左向くんで真ん中に当たるようになる。だけどその照準器でしっかり的を捉えていたら、そっちの方向に矢が飛んでいくかどうか分かんないじゃん。ていうかそれどっかで調整しないとっていうか、最初に調整がいるよね。あ、そうです。ライフルでも銃でもさ、照準器あるんだけど、照準器で狙って真ん中だからって言って引き金来たら弾がそこに当たるかどうかは、はい、当たる時は照準器調整しないと当たんないよね、はい。一番初めにプラクティスっていうのがあって、はは、でその時に練習で何本かできるんですよね、ええ、そこで照準器を合わせておいて、試合が始まったらもうあとは自分たちでもう信じるしかないってやつですね。はい、風が吹き出したら照準器を変えるのか、わざと風の吹いてる風上の方になって打つのか、照準器変えるか、そうわざとずらすかは自分次第って感じです。となると運の要素も若干あるな。いやもう本当あるんですね。だから今年1年とりあえずいいことを重ねましょう。いいことだけしてるかなみたいな。その辺のゴミから拾っていきましょう。運をどんどん上げて。大変だなやっぱり。
やっぱり世界一になろうと思うと大変だなそれ。本当にね、積み重ねもここも積み重ねとあかんなと思いながら、はい、そうだよね。じゃあ次はあのメダル取ってきてください。 ありがとうございます、ね、はい、メダル取ったら忙しくなるからね神戸まではねとかっていうこと、いやつてでそれは来てもらいました、ね、あの時にあそこ出たから、はい、演技が良かったとかね、そうそうそう、そういうふうに言ってもらえると、指を入れる引いたから良かったとかそれ流れてないからここであそう、はい、休憩中にやったやつ、休憩中オフだったっけ、はいはい、オフでした、オフでした、あのなんだっけ辻裏引いたのは、そう、はい、何引きました、指入れてみるコテンボスなんか持ってるよ、やっぱ持ってる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 最後ちょっと真面目な話で終わりましょう、あの、はいはい、あと数ヶ月で本番ですけど、意気込み最後にお伺いしてみましょう、はい、そうですね、僕リオで、ブラジルの人たちがブラジルの選手を応援する姿を見た時に、うん、これが4年後自分に来るんだと思ったんですね、うん、だからそこからもう本当に会場満員の中金メダル、ただただ金メダルっていうんじゃなくて会場満員って言ってるので、しっかりとあと1年間もう9ヶ月ですけど言い続けてこれを実現したいなと思ってます、はい、はい、じゃあぜひ金メダルを今度はね、胸に、掲げて用意してください、はい、よろしくお願いします、楽しみにします、はい、ありがとうございます、お忙しい中ありがとうございました、ありがとうございました。さてここでお知らせです。いよいよ来週11日土曜日午後5時55分に大阪南港から鹿児島志布志に向けて出港するフェリーサンフラワー霧島で公開収録です。番組ではこの公開収録に向けてキスナーの皆様から船旅の思い出、このメッセージを大募集します。なんとメッセージをお寄せいただいた方の中から抽選で10名様にサンフラワービーフカレーをプレゼントします。メッセージはキス FM 神戸番組ホームページのリクエスト&メッセージフォームからお送りください。締め切りは来週10日金曜日です。なおプレゼントの当選者は商品の発送をもって返させていただきます。さあ辛坊さん、ニュース解説後半に行きましょう。いやー、はい、サンフラワービーフカレーか、うん、食べたいなメッセージ送りますか。やっぱりあのね、船の上ってほら海軍カレーっていうのが有名ですけどね、はい、やっぱちょっとビーフカレー絶対うまいよねこれ、うん、絶対うまい。私たち食べられるんですかね船の上で。どうなんだ、食べられるみたいですよ。わ楽しみ。我々来週、そうか、もう来週か、船旅だもんね。ですね、はい、来週船旅に出かけます。そうか、今度の土曜日の夜に、公開収録で皆さんにお目にかかれるかどうかという、はい、そういうことですね、はい、はい、てなことで何ですか、ニュースコーナー後半、やっぱりカルロスゴーン、うん、ゴーンハズゴーンでしょゴーンハズゴーン、お気に入りですねそのフレーズ、ね、すごい気に入ってるんですよ、あの、うん、現在完了形のね、はい、行ってしまって帰ってこないっていう、はい、これもレバノンという国はですね、法律で、はい、国内の人間を基本的に外国に出さないと、出してはいけないと法律で決まってますから、うん、まあなんだかんだ言いながら日本に帰ってきて裁判に付されるということは、まあ、ないでしょうね。残りの人生はレバノンからは多分出にくいと思いますが、彼はレバノンにあのワイナリーだろなんだろ資産をいくつも持ってますから、全く苦に困らないどころか、お金持ちとしてこれからの生涯をレバノンで全うするということになりそうです。レバノン国内でも事業されてるんですか。してるしてる、そのあたりちゃんといろんな国でやってんじゃないのかな。ワイナリー持ってるんですよ、ワイナリー、フランスナリー、ワイナリー、レバノンの中にワイナリー、まあレバノンってもともとフランスの植民地、フランス領だったこともあってですね、うん、はい、まあ、中東のパリだとか中東の真珠とかって言われる、うん、まあ、内戦でもうレバノン内戦でぐちゃぐちゃになったとは言いながら、やっぱ美しい国で人口少ないんでね、うん、産業も今そんなにあるわけじゃないんで出稼ぎに頼ってるようなところもありますけども、うん、で日本赤軍の本拠地になってたこともありますからね、国際紛争のある意味中心だったこともあるんだけども、人口600万人ぐらいの小さな国なんだけど、でも地中海の一番東側の美しい国なんで、うん、ワイナリーって気候的にも地中海気候ですからワインの栽培に適してるん でカルロス・ゴーンのワイナリーがありますから、うん、別に食うに困らないしお金持ちだし、うん、なんか腹立つよなやっぱり、うん、どう考えたって。そうですよ、しかもレバノンと日本のこの外交ってどうなるんですか今後。まあもともとあってないようなもんだからね、うん、俺で何か大きく何か日本とレバノンとの間の関係が崩れるとかそういうことには多分ならないんだろうな。資金援助とかしてないんですか。してるとは思うけどね、だから基本的に途上国一般にやってますけれども、うん、日本ってだからといってじゃ あ, あの、うん、
ゴーン返してくんなきゃなんか援助やめるとかってそういうことをしないからね日本はね。ただまあその辺の詳しいことはごめんなさい、調べて言ってるわけじゃありませんから、わかりませんが今後のことですけども、まあ常識的には返ってこないよな、なんで逃がしちゃったのって話ですが、まあそのあたりの細かい是非論であるとか善悪論であるとかっていう大きな話は今後いくらでもする機会があると思いますから、今回は単に謎だけですね、謎に迫ってみたいということで、プライベートジェットで逃げたらしいということは分かってます。どうやったら逃げられるのか、はい、プライベートジェットだって一応建前の上では、我々この間エンコちゃんと一緒にジブチ行きましたけれども、はい、普通に海外に行くときには入国審査がありますよね、で税関検査がありますよね、荷物チェックもありますよね、はい、ありますね。それも全部やってるはずなのに、なんでそこで、まず基本的にパスポートコントロールは抜けてません、日本のパスポートコントロールは、日本の出国管理の中で名前が上がってきてないし、あんだけ目立つおっさんが入国カウンターで行ってすり抜けられるはずがない。だって刑務官の格好で出てきた時もバレバレでしたもんね、あんな格好して眼鏡かけて帽子かぶってだって誰が見たって分かりますよ、目つきだけでカルロスゴーンだねって分かるぐらいだから、そんなもんで出国記録に載ってないということなんで、出国違法に出国したのは間違いない。じゃあどうやったら違法に出国できるんだって話ですが、プライベートジェットだって出国審査はあります。まれにですね、聞いたらプライベートジェットで場所によったら、出国検査官が機内に乗り込んできて出国審査をやってくれるケースもあるということで言うと、乗客として乗ってなきゃ引っかからないってことですね。貨物室に入ってたら分かんないっていう、だそういうことを前提に多分システムが組まれていないんだということがあります。で年末のクソ忙しい時に狙っていってるから、税関検査も出国審査も甘くなる時期を選んだのはもちろん間違いないんだけど、で荷物に、じゃあ仮に荷物に紛れていたとしますね、よく言われているのはコントラバス、ウッドベースだと高さが2メートル近くありますから、ウッドベースのケースの中で人間って寝られるぐらいのサイズですから、でまたもしかすると人間専用の、人間を入れるように花から作ってあるウッドベース用のハードケースがないとも言えないんで、まあ、そういうところに例えば紛れていたと仮にしましょう、でこれに関してはロイター通信の取材に、カルロス・ゴーン被告の奥さんはそんなことしてないって言ってますから、今第一報では荷物の中に入ってた、で第二報以降はそんなことはなかったっていういろいろ諸説あるんですが、まあ、多分表のルートで出国検査を通っていないということは常識的にはどっかに隠れていたと、どこに隠れるんだということで言うと出国者の荷物の中に隠れていたというふうに考えるのが一番簡単ですよね、じゃあ大きなコントラバスのウッドベースのケースの中にカルロス・ゴーン被告が入っていたとしましょう、それが税関を通り抜けられるのかって話ですが、X 線検査の機械に入らない荷物は通さないんです、ケースがあるそうです、聞いたら X 線検査の機械って大きさが決まってるんです、ね、で、X 線検査で基本的に飛行機爆破されないようにってセキュリティチェックだったりなんかするでしょう、そうするとプライベートジェットの場合はそのリスクがかなり低いということもあって、X 線検査の機械に通らないような大きな荷物は、係員が目視、目で見て中開けて調べるっていうのが原則になっていて、開けないケースもあるそうです、調べられないケースもあるそうです。で、絶対調べられない方法が一つだけ確実にあるのは、外交官パスポート持ってる人間の荷物は調べません。これもウィーン条約で、国際条約で調べなくていいことになってます、調べてはいけないことになってますから、むしろだから外交官のパスポート、外交官のパスポートってどういうことかというと、まあ、国連加盟国だけで190いくつありますけどね、でそれぞれの国が外交官用のパスポート出してます、でなおかつ日本政府がその人たちは、外交官として認めますってアグレマンっていうのを出してると、はい、それは国際的に国際法上その人は外交官として認められるんですが、ただまあ大きな声では言いづらいけど、ちっちゃいいい加減の 国で金で動くような国も世の中にはありそうじゃないですか、まあ、仮によ、例えば、中東のお金持ちの A 国というのがあったとして、A 国とその人を密輸する、ね、人が国境線を違法にやり取りする業者があったとしましょう、その業者がですね、外交官に話をつけて、ちょっとこの話に乗ってくれたら5億円あげますみたいな話で、じゃあその国のね、外交官パスポートを持ってる人間が分かりました、じゃあ私が請け負いましょうということになってプライベートジェットを飛ばしたとしますね、でプライベートジェットを飛ばして、そのプライベートジェットは外交官が乗り込むことになってます、外交官パスポートを持ってる人間が、
あの大きな荷物、コントラバス、ウッドベースの荷物かなんか抱えて税関越えようとした時に外交官だから調べなくていいんです、調べられないんですよ、うん、そしてもそんな入ってて、あと貨物室に入れられて、貨物室って言ったって油圧って言って気圧は一定ですから、うん、あの外気と同じになるわけじゃありませんから、うん、呼吸はできますから、うん、あの穴開けときゃだから、まあ多少寒いかもしれないけど、まあ暖かくしてダウンかなんか着て十何時間我慢してりゃそれは可能、うん、確実にやろうと思うと、私がもしその請負業者ならね、うんうん、例えばまあカルロス・ゴーン被告から30億円で受注します、うん、30億円 でまあチャーター飛行機の会社と話をつけます、どっかの外交官と話をつけます、その外交だからね、今までのこの少なくとも収録放送の時までに、うん、明らかになっていない事実で言うと、これは絶対日本政府はまずどの飛行機かをもう特定してます、うんうんね、これはもうすでに外国で放送始まってます、うん、で誰がパイロットかも特定してます、うんうん、その飛行機に誰が乗り込んでるかも絶対特定してます、うんうん、つまり正規で乗ってる人間はちゃんとしたパスポートコントロール通ってるわけだから、はい、つまり今回カルロス・ゴーン被告をあの海外に斡旋するのに一枚噛んだ人物というのは明らかになってんだけど、うん、それが今のところ表に出てきてないのはなぜかっていう話ですよね。そういうことです。そういう人だから、そういう人だからっていう可能性が一つと、捜査当局としては迂闊に名前を挙げられないのは、その人にいや僕は知りませんよって言われてしまえば、でなおかつそいつが外交官だったりした場合には、うん、国際問題になりかねないということがあるので、うん、確実な証拠がないとそんなこと言えないっていうことはあるわけですよ。いや僕はそんなことしてませんよって、にそれは勝手に荷物に紛れてたかもしれないよ、だけど事実関係としてそこ あの彼が持ち込んだ荷物の中にカルロス・ゴーン被告がいたかもしれないんだけど、それにその人間が関わっていたということの証明はできないでしょ、それだけだと、うん、だから相当慎重になってるんです。だけど日本政府税関当局は確実にそのチャーター機に乗っていたのは誰なのかっていうところまではもう分かってる。だあとはそれを公表すると多分国際問題になるから、しないのかっていう話ですよね。そんな外交官の全面協力なんてあったらもうえらいことですよね。時々あるのは麻薬の密輸であるんです。で明らかに犯罪行為が行われている場合には摘発ができます。だからもう摘発されたケースもありますけど、今回はまだ今のところ証拠がどこにもないからね。で麻薬の密輸の場合は現物を抑えちまえば、いくら外国官の外交功能っていうんだけど、まあ、外交官の持ってるあの行李っていうか功能っていうかバッグですね、うん、外交官の持ってるバッグだからといって、そこから麻薬が現物が出てきたらそれは違法だから摘発するんだけど、うん、もうすでに行われちゃってるわけで、うん、そこにカルロス・ゴーン被告がいたかどうかの証明なんかできないっていうところもあって、うかつに日本政府としても発表できないんじゃないのかなっていうのが一つ思いとして、私は可能性としてはこれが一番高いと思いますけど、うん、外交官が一枚噛んでいなくてもプライベートジェットの場合は荷物で X 線検査機通らない荷物に関しては調べないケースが大半だと、うん、最近プライベートジェットに乗っている人に聞きました。直接聞きました。それってでも逃げられる状況、何そのゴーンさんプライベートジェット乗れるような存在だからこそ逃げられましたけど、まあそういうことです。だから今回あの15億円の保証保釈金っていうやつをもう捨ててますから、うん、彼はね、これは没収ですから15億円まず損してるんだよね、うん、でそれだけじゃなくて、まあ裏で言われてるのはだいたい20億円から30億円ぐらい人を運んでくれる業者に金払ったんじゃないのっていう、それは一人じゃこんなことできませんから、誰か綿密に計算して仕組んだ人物って組織がいるよね。その組織にやっぱり20億円から30億円払ったんじゃないのって言われてますから、トータルとして30億円から50億円ぐらいの金は使って逃げてるって、でそれでも逃げる価値があると彼は考えたんだろうね。でレバノンに逃げてしまえばレバノンには彼の資産もあるし、さっき言ったようにワイナリーもありますから、今後暮らしていく上においてはなんも困らない、お金持ちとしてあのレバノンの国の中にいる限りは豊かに、うん、死ぬまで奥さんと幸せに暮らせると。お金持ってるからってずるいですね、うんうん、そういいんだっけ、一言で言うとそういうことだよね、うん、はい、一言で言うとまさにそういうことですよ、はい、でパスポートに関して言うと、日本の出国管理で出た、正式な形で出たという記録はないけれども、トルコとレバノンに関してはちゃんとしたパスポートで入ってる、うん、でちゃんとしたパスポートで入ってるというのは、彼はパスポートを持って出てるんですが、うん、そのじゃあパスポートはどこで手に入れたのかというと、保釈条件としてパスポートは全部弁護士が預かりますという保釈条件になってたんだけど、うん、フランスのパスポートは実は2通あって、1通は弁護士が持ってたんだけど、もう1通はカルロス・ゴーン被告が自分で持ってた。だけどそれは隠してたわけじゃなくて、
フランスっていう国は、外国官だとかビジネスマンが特別な理由がありますよって言って申請した場合には、うん、同じ人物に2通パスポートが出るんです。でこれはかなり合理性があるのは、例えば我々でも例えばイスラエル行きたいねとかこの間から言ってるじゃないですか、うんね、イスラエル行きたいねってイスラエル行ったとしますね。イスラエル行った時に入国の時に入国スタンプを普通だったらパスポートに押すじゃないですか、はいはい、イスラエルっていう国は割と気使ってくれてて、うん、パスポートに押していいですかって聞くんですよ。いやパスポートに押さないでくれって言うと別の紙にペタンと押してそれを挟んでくれる。入国記録、入国記録どうしてかというと、はい、パスポートにイスラエルのスタンプが押してあると、うん、周りの周辺のアラブの国は入れなくなっちゃう。そうですね、同じケースで言うと、似たようなケースで言うと、今中東のいくつかの国に入ったというスタンプが押してあるとアメリカ入国拒否されます、まあ、もうはっきり。でもフランスがそれをするの？いやだからフランスのビジネスマンは、いや僕アメリカにも行きたいし、イラクともイランとも商売で取引しなきゃいけないんだけど、うん、イラクイラン行った時にパスポートに反抗されると今度アメリカ入れないと商売できませんから、パスポート2通ちょうだいねって言った、はい分かりましたって言って2通くれて、アラブに入る時用にはこっちのパスポート、アメリカ入る時にはこっちのパスポート、イスラエルに行く時にはこっちのパスポート、他の国に中東に行く時にはこっちのパスポート、合理性があるよね、記者やビジネスマンとしては。だからフランス政府は2通パスポート出すんですよ。カルロス・ゴーンは2通パスポートをもらってて、1通は弁護士が持ってたんだけど、もう1通に関しては本当はもう1通も弁護士が持ってなきゃいけないんだけれども、うん、入管法、入国管理法の中で、その外国人は日本に滞在中に身分証明書をちゃんと持ってなきゃいけないっていうんで、彼が日産の多分役員だった、社長だった時には多分そっちの資格でパスポート持ってなくてよかったはずなんだけど、うん、今そっちをクビになっちゃってるから、自分が誰であるかということを証明するために日本の法律上パスポートを持っていなくてはいけないっていう法律があって、うん、その法律をクリアするために裁判所にちゃんと許可を取って合法的にカルロス・ゴーンはフランスのパスポートをもう自分で持ってた、うん、だけどそれで出国できないように鍵のかかった透明のプラスチックケースかなんかに入ってたんだけど、そんなものぶっ壊しゃいいだけの話で、そのパスポートは持ってたらしい。だから日本出国するときには荷物に紛れて日本の出国管理は通ってないんだけど、トルコの入国とレバノンの入国のときにはそのフランスのパスポートを使って合法的に入国してるから、レバノンの国内においては違法行為は何もしていない、だからレバノンで逮捕されることはないっていう構図なんですが、まあ今までお話ししたのは善とか悪とか、いいとか悪いとかっていう全体 の、うん、事件の説明ではなくて、単に何が起きたかの謎解きの話だけです、はい、まあ、一言で言うと、そんな金持ちだけそんなことできてずるいじゃんっていう、そのあたりの話は、まあ、後ほどまた後日改めてお話をいたしますが、はい、ということで今年も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。